ついにあの男がやってくる。霊長類人化。身長186センチ、体重120キロ。過去99回連続優勝の絶対王者、和製ヘラクレス、中西学。エントリーナンバー1番、新日本プロレス、中西学選手の入場です。さあ、来ましたよ、チャンピオン。はい。いかがでございますか。いやー、ほんと後輩たちがすごいなと思ってね。はい。もう俺のケツのここら辺まで来てるね。はい、さあ、調子はいかがですか。いや、悪くはないんですけどね。はい。まあ本当にね、煽られてる感じがしますね。そうですよね、はい、過去99回連続優勝ということでございまして、100回目も優勝を狙ってはもちろん、そうですね、過去のね、成績は関係ないんですよ。おこの100回目がね、1回目はもうやるしかないんですよ。はい、関係ないということでございますね、過去の栄光はもう関係ない、うん、はい、レディーファイト。いかがですか、やってみて。いやー、ほんまにね、新たな気持ちになりましたよ。初心に戻ってやったと、ということでございますね。それでは審査結果が出た模様でございます。はい、運命の技術点、はい、かほどか。審査員の得点は、おお、99点97点、そして108点。おなんでしょう。100点満点だったと思ってたんですが、私たちは108点という120点と思いつかない。聞いてみましょうか。じゃあまず99点という高得点、いかがですか、川さん。こんな衝撃的な結末があるとは思いませんでした。よかったです。そうですね、どうよあるんですが、でもすごい、それが興奮していらっしゃるということでございましょう。さあ、渡辺さん、97点でございますね。はい、もう言葉はいらないですね。アートです。芸術です。それこそ今、台本確認しました。さあ、100点を超えて108点の高得点をつけた大会委員長、いかがですか。いやー、もうなんか、死んだおばあちゃんを思い出してる。この素晴らしい、やっぱり生き様、はい、生き様っていうところでも素晴らしい、やっぱり99回勝ってる分はある。はい、というわけですね、はい、合計得点は何点でございましょうか。はい、合計得点なんと304点です。お300点超え、審査員が3人しかいなくて300点超えてます。さあ、シークレットのカウント、何カウント以上じゃないとダメなんですか。これがなんと187カウント以上じゃないと、187、200超えはなかなか難しいとされている中で、はい、それでは、うん、中西選手のシェイクカウントは300カウントです。おっしゃ、300カウント、よっしゃ、よっしゃ、第100回シェイクワングランプリ優勝者は中西学。よっしゃよっしゃよっしゃ、いかがですか、優勝でございます。いや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 ね、本当にね、何万人とね参加したこの大会で、はい、100連覇できたの本当嬉しいです。100連覇ですよ。はい、カニは達成できる人はもう二度と現れないと思います、はい、さあ、それではここで大会委員長でございます、ボビーさんから、さあ、トロフィーの贈呈でございます。はい、またもらうんだもん。100本目でしょこれ。何本もらうのよ。いや、これだけや。
しみとなりました、シェイクウェイトにリボンがついたトロフィーでございます、はい、それでは優勝者中西学選手でございました。皆さんまた、はい、ありがとうございます。